はい、皆さんこんにちは、Kです。今大阪の難波に来ております。でここは難波センター街商店街に来ております。この通りがセンター街っていうのを知らんかったんやけど、もう150年以上続く老舗の激渋な立ち飲み屋がこの商店街にあるということなので、ちょっと一人で勇気出して入って皆さんに紹介したいと思います。なんかもう外におじさまたちがいっぱいおる。すごっ、めっちゃ入りにくいんやけど、お店の名前が芝町本店さん。もう前にお酒の自販機がめちゃくちゃいっぱいある。こんにちは、すいません、YouTube を自撮りで撮影とかさせてもらってもいいですか？はい、他の人は絶対映さないので。わかりました、はい、大丈夫です。はい、座席ってここで大丈夫ですか？そうですね、すごい、はい、すいません、お邪魔します。すごい、ずっと来たかった芝町本店さんの店内がこんな感じで、角打ちの立ち飲み屋さん。メニューとかが全部、壁にお酒とかも全部ずらっと酒屋さんなんであって、そこで選んでもうキャッシュオンでその都度お支払いする形で、瓶のアサヒ中で420円、はい、税込みですかね。はい、はい、その都度払います。すいません、お願いいたします。初めての雰囲気すぎてめっちゃ緊張する。早速、朝日のこの中瓶で、420円、いただきます。家で飲んでる方、乾杯。グラスもキンキンに冷やしてくれてる。尋常じゃないぐらい超冷たい。すごいな、さっき冒頭でちょっと映したんやけど、外で飲んでる方がすごく多くて、でもこのいい感じの店の雰囲気と、あなたより開放的やからかな。営業時間が朝の9時からされとるみたい。めっちゃいい雰囲気。芝町本店さんのもちろんあてもあるんやけど、そのあてが結構なんか乾き物とか缶詰が多いらしくて、ちょっと紹介します。人気なのってあるんですか？いっぱいありすぎて。そうですね、ベタなやとまあね、こう固定の焼き鳥とかになっちゃいますけど、まあ、缶詰シリーズとか結構ね、缶詰美味しいですよね。はい、すごい、煮物とかもあるんですか？今感じもすごいですよね、いろいろありますよね。ちょっとイカと里芋の煮物お願いします。はい、じゃちょっと温めてお持ちします。あ、そうなんですか。はい、缶詰温めてくれるらしい。常連さんがもうサッと入って、でもマスターも常連さんが頼むのとかも覚えとって、いいなこういうの。すみません、お待たせいたしました、失礼いたします。300円いただいておきます。すごい、やばい、みんなすごい温めてくれて、缶詰すごいな、今の缶詰。イカと里芋の煮物、これ300円。しみしみのイカと里芋も入っとる。
お疲れ様です。めっちゃいい匂い。ではいただきます。柔らか、すごい、めちゃくちゃ本格的、すんごい味が染みとる。お母さんとかが作っとるおばんざいの煮物の味がする。ちょっと甘くて出汁がすごい。こんな缶詰あるんやな。めちゃくちゃ美味しいけど、ウインナー系とかこの普通のお菓子とかも80円ぐらいからあって楽しいな。立ち飲みの鉄則が壁に書いてて、だらだら長居はせず、もう 1,2 杯一人でさっと飲んで食べて、もうさっと出るのがマナーというかスマートな立ち飲みの楽しみ方らしいよ。本当に一見おじさまたちの集会が外で開かれとって、お女子とか若い子は一見本当に入りにくいと思うんやけど、中入ったら本当にマスターもすごい気さくな優しい方で、なんかこういう文化を若い人たちに本当早く知ってほしい。お酒も本格的やし、なんかいろいろ勉強になる。飲みやすいお酒とかの好みも言ったら出してくれるから、勇気出して一歩思い切って入ってほしい。すごいわこの缶詰。皿に盛ったら全然もうちゃんとしたおばんざい。おいしい。そこにらっきょう、梅、たくあんであって、見て、めっちゃ一人サイズのミニサイズが置かれてて、これ1個90円。ほんとちょうどいいサイズ。いただきます。今月おすすめの厳選日本酒がめっちゃ気になりすぎて、説明も本当に細かく書かれとんよ。しかも安い、390円から。なんか飲みたいな。で、目の前の自販機で買って持ち込みももちろんありで。すいません、日本酒って三重県の日本酒ってあるんですか？三重は今ちょっと置いてない。ドブロクって濁りっていうか、そうですね、濁りのちょっと粒のある感じといいますか、はい、そうですね、こっちの方がまあ生なんでちょっと酸もありますし、で粒粒感があるのでこっちの方が飲みやすいかなっていう気はします、はい、じゃあそれを渓流ドブロク、はい、お願いします。ご用意させていただきます。質問したらもうすごい詳しく優しく教えてくれるから、女性の方も一人でめちゃくちゃ来やすいと思う。長野のお酒。そうですね、今朝開けたとこなんでまだちょっとシュワシュワっと。すごい面白い、はい、渓流ドムロク390円。いただきます。つぶつぶ、おお、飲みやすい、なんか甘酒みたいな、美味しいです。違いました。はい、良かったです。甘い、甘酒みたい、ちょっとシュワッとね、する感じもあって、うん、ビターさで、まあ、オランジーナぐらいのね、こう、そうですね、サンサンですかね、不思議な感じすごいとろみ、美味しい
縄の現場の近くにあってほしい、マジで。角打ち、立ち飲みでこんな感じの店に昔はでも全然来ようともしてなかったし、まあ、興味はあったけど、なんかこういう楽しみもなんか新たな境地というか増えて、またなんかお酒が楽しくなった。なんかこう動画見てくれてる視聴者さんとか、なんか DM とかコメントで行ってみたいとか参考になるとか言ってくれるし、新しい楽しみを私がこうきっかけになって作れればいいなと思う。本当にごちそうさまでした。いやー、ごちそうさまでした。やばい、見て、さすが創業150年以上、めちゃくちゃ味があって、マスターの方も本当に親切に一個一個教えてくれるし、難波来た際は立ち飲み楽しんでみてください。沖縄でキャンピングカー飲食店プレプレオープンしてるので、遊びに来られる際は DM お願いします。5月の22、23とフィールドスタイルというイベントに涼介と2人で参加させていただくことになりました。軽いオフ会みたいな感じで、でこのオリジナルブランドの物販とかも販売してるので遊びに来てください。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。